バコロド市の市バコロド市は、フィリピン中部、ビサヤ諸島のネグロス島北部にある、島内最大の都市。ネグロスオクシデンタル州の州都で、海を挟んでギマラス島やパナイ島と向かい合っている。1770年に建設され、1938年に市となった。一級市に指定されており、市内のバラン街の数は61、面積は161.45平方キロメートル。 人口は56万1875人とフィリピン中部でも有数の大都市。キャピトルパークショッピングモールバコロドは大きな港湾都市で対岸のいろいろ市とは毎日フェリー便がある。船だとバコロドは首都マニラまで20時間、中部南部の中心都市セブ市まで7時間。空港は 市街地から2 0トル離れた白石市のバコロド白井国際空港でマニラからは45分、セブ市からは30分で着く。バコロド港はフィリピンで最も砂糖生産の盛んなネグロスオクシデンタル州の玄関口であり、ネグロス島各地への陸上交通が発達している。バコロドは平野部にあり、地形は海に向かって緩やかに傾斜しており、 郊外ほど傾斜は急になっている。バコロドの中心広場シティパブリックプラザは海から10メートルの高さにある。国道沿いには砂糖キビのプランテーションが続くネグロス島の平野部に典型的な風景が広がっている。またココナッツや米も栽培されている。課金の育成、漁業、陶器生産も行われている。砂糖の集産地、輸出港として栄えたほか。 現在では英語を活かしたコールセンターも盛んに設置されている。微笑みの街の異名通り街の気風は親しみやすい。市政施行記念日の10月19日に行われるマスカラフェスティバルが盛んであるが、これは砂糖の市場価格が下落し、バコロドとネグロス島に飢餓と貧困が襲った1980年から開催されているもので陰鬱な雰囲気を払拭し、 微笑みの街を取り戻すために始まった祭典である。マスは、多数の人々を、カラはスペイン語の、顔からを意味する語で、多くの人の微笑みを意味する造語であった。毎年ガンスパレードや美人コンテスト、物産展、スポーツ大会やコンサートが開催される。収容人員15,500人のパナード、スタジアムは、パナード公園に位置し、 ユーカリの木に囲まれた陸上競技場、水泳場であり、多くの国際、国内スポーツ大会が開かれる。パナード公演は4月末から5月初めまで、毎年開かれるパナードサネグロスポノットサニーグロスの祭典の会場でもある。公園には小さな森林公園があり、ネグロス人の生活、文化、公益史、観光、料理を紹介する場ともなっている。 雨季と寒季があり、雨季は5月から翌年に1月まで続き、8月9月には豪雨もある。寒季は2月から4月最終週までである。市民の多くはパナイ島民の末裔で、パナイ島で一般的な異論語語を話す。セブアノゴの話される島の東側とは言葉が違う。異論語語話者の他はフィリピン語、セブアノゴが話される。英語は、 ビジネスなどで使われ、イロン語語に次ぐ第二言語となっている。また、中国系移民の末裔も多い。ファウンテン・オブ・ジャスティス。この場所で、スペイン植民地政府がネグロス人に降伏したことを記念する町の名前であるバコロドは、イロン語語で石の丘を意味するバコロド・ベイコリドから来ている。1770年入植地が、 石の丘が多い場所に建設されたのが由来である。ムスリムのモロ人によるスペイン人入植者への攻撃が激しく、特に1787年には大規模な攻撃があったため、バコロド入植地は海岸線に近い現在の場所に移された。かつての入植地は古い町という意味のダイコールアンバンワダーアンバンワと呼ばれている。百四十九年、フィリピン総督は、 ネグロス島の知事、マヌエル・バルデビエソ・モルケ町を通じ、ヒママイランに変えて、バコロドをネグロス州の州都とする命令を出した。フィリピン革命の時期に起こったバコロドにおける革命の成功は、パナイ島やルソン島でのスペイン植民地軍の敗北続きで、地元スペイン人支配層の士気も低かったこと、不安荒れた将軍とアニセト・ラクソン将軍の心理作戦に介せられている。 1897年、バコロドの戦いがマタブアン側で起こった。その1年後、1898年11月5日、ナイフや槍で武装したネグロス人、革命軍は、ヤシの木を削って作った偽ライフルや、黒く塗ったむしろを丸めただけの偽大砲と同じく、黒塗りのヤシの実の偽砲弾で偽装しながら、バコロドに進撃し、十分に武装のあった軍政官、 石泥デカストロ大佐の軍を降伏させてしまった。11月6日に降伏文書が署名され、11月7日には革命軍に参加した人々は、地方軍事政権を樹立するため集まり、アニセトラクソンを大統領に、フアン・アラネタを軍代表に、他の士官たちも叱るべき地位に選出した。これがネグロス革命であり、ネグロス共和国の成立である。 しかしながら1899年3月、ジェームズ・ジー・スミス大佐に率いられたアメリカ軍部隊が侵入死首とバコロドを占領し、共和国は崩壊した。アメリカ支配したフィリピン・コモンウェルス政府は国会でバコロドを死に昇格させる法案を成立させ、1938年10月19日にバコロドは死になった。 第二次世界大戦でバコロドは1942年3月21日、日本軍に占領された。アメリカ軍は1945年5月29日にバコロドを奪還している。ありがとうございます。